はい、どうもこんにちは、ちるこです。今日は愛しの王子様を探せ、こちらのエキスパート行ってみたいと思います。それでは行きます。はい、こちらの、射撃パーティーで行ってみたいと思います。ですね、ベビーが欲しい。今ね、フレンドさんのところ見ていったら、フェスゲミホーク、フジトラ、ベビー、もう全部持ってないんでね、こちらのジェファー先生で行ってみたいと思います。はい。で、打突タイプは、今回入れませんでした。この前、ゾロを入れて、攻撃力ダウンしちゃったので、それでね、ちょっと苦労したので、今回は入れずに行きたいと思います。さあ、おー、かわいい。うん、全く、世のこととなると、姫の若者の困ったものだ。大人間。急いで姫に報告しなければ、もう、行きましょう。こちらは何面まであるのかな。7面とか、そんなもんですかね。あ、7面ですね。あ、発動能力見せましたかね。数分前のことを忘れちゃうんですけど、はい、こんな感じです。さあさあ、まあエキスパートということなので大丈夫だとは思うのですがね、まあ、初見でちょっと行ってみたいと思います。ハンコックがきっとたまらないと思います。スキル全然上がってないのでね。皆さんはどういったパーティーで行ってるんですかね。いいな。いいですね。レイリー、フジトラ、デスゲンホーク、全部欲しいんですけど、うむむ。サブアカではね、フジトラ持ってるんですよ。まあね、宝の子を持ち腐れと言いますか。せっかく当たっても、やっぱりこう、サブアカはね、なかなか、サブアカまでこう手が回らなくて、なかなか育ってませんね。じゃあここでターンを稼いで、ハンコック4かな。そうですね、はい、4面。はい、ターンを貯めましょう。先生が4かな。はい、よし、5年。お、気をつけろ。何を。何とりあえずそれだけ。あ、はい、わかりました。こうなんかカシャーンとか、なんかやってくるんだと思ってましたね。大丈夫でしたね。なんかこの人先に倒そうかな。
スロットがよろしくないけど、ミス。あ、やはり強い。何もないタイプ。ミスがひどいです。はぁ、よかった。あ、落ちましたね。よしよし。で、スロットを変えましょう。6面。はい、ここは普通に行けば良さそうですね。韓国以外溜まったし、いいかな、どうしようかな。5ターン溜めれたら溜めたい。まあ、じゃあギリギリ頑張ろう。よし、仕事が素晴らしい。さあ、来ましたよ。さあ、どうでしょう。レオ、どこへ行ったの。またおんぶしてくれないかしら。え、かわいいね。かわいいですね。かわいい。姫のわがまま。ちょっと、さあ、おお、飛びますね。なるほど。一旦攻撃受けてみますか。どうしますかね。一回攻撃を受けてみますか。お、2400。まあまあ、うん。あ、なるほど。なるほど。誰か助けてください。じゃあ、ここで。そして。こうしまして。はい、これでいきますか。お、これはどうなるのかな。一旦遅延はいいですね。遅延させてもらおう。で、マンシェリーで、行きましょう。よし、これマンシェリー倒せばなんとかですよね。よしよし。あ、大丈夫でした。はい、クリアできました。よかったです。可愛かったですね。マンシェリー可愛いですね。そういうわがまま許しちゃうってなっちゃいそうです。あ、家族レベルが256かな、になりました。はい、初クリアでございます。はいはい、見ましょう。で、とてもあなたらしい立派な戦いです。です。か、下部。この、マンシェリーがこの上に乗ってる、その下部ですよね、きっとね。イエロー下部部隊。
2ターンの間、力スロットの出現率が少し上昇し、自身の攻撃力を 1.2 倍にする、ままですかね。強靭と力属性キャラの攻撃を各々 1.4 倍にする、ままですかね。はい、マンシェリー、あ、落ちたかな。よし、かわいい、かわいい、かわいい、これが私の戦いです。ちょっと真似したんですけど、どうですかね。こんな感じじゃないかな。めっちゃ可愛い。私この違うマンシェリーもすっごい欲しいんですよね。マンシェリーとレオ。いや、めちゃめちゃ可愛い。一人選択したキャラの封じ状態を、7ターン回復？もう、すごい。キャラの封じ状態を7ターン回復し、キャラの回復かける15倍の体力を回復する。へー、封じを7ターンってなかなかですね。ターン終了時にキャラの回復かける2倍の体力を回復する。いやー、可愛いですね。ちょっと周回しようかな。この必殺本何も私確かなかった気がするんですよね。姫。あ、はいはい。レンドさん、ありがとうございます。はい。ということでございました。あと一つレア枠がちょっと出てなかったですね。はい、クロコダイル持ってないですしね。ハルタもないですし、持ってない。まあでもちょっとマンシェリー可愛いんで、マンシェリー集めようかなと。集めるんじゃなくて周回しようかなと思います。はい、クロコダイル持ってる方はね、周回頑張ってください。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。